はい、モモンガオイルは使ってないです。モモンガのみのモモンガとお湯、お湯が10のモモンガが1ですね。よいしょ。で、根元からいきます。全体がね、ここキュキュキュッとしてきますんで、そこまで、しっかりなじましてください。時間がね、変わったのが分かると思うんですけど、まあ、結構簡単な使い方としては後処理でモモンガトリートメントをお湯と1対10でやれば、まあ、大体どれにも使えるってことですね。薬剤にインするとかってちょっと皆さん難しいと思うんで、本当にシンプルに使うとしたらモモンガを、こういうふうにドレッシング容器に入れといてスタンバイしておくと。それだけで結構本当に仕上がりが変わるので、それが一番いいです。そうするともう質感がちょっとキュキュキュッという感じに変わってきてるんで 100% 危なかったですね。塩とかなんだろうな、なんかターマ液によっては、組み合わせによっては GMT も結構危ないと思います。サルファイトもね、こういう紙はあんま良くないですよね。ムササビクリアコートをつけます。流さないトリートメントですね。これをつけます。つけると白くこうなるので、これを全体に行き渡らせていきます。特にちょっと毛先ですね。はい、っていうところですね。